はい、よろしくお願いします。対局開始。さて、今のうちに皆様高評価ボタンとチャンネル登録まだの方は押していただけますととっても嬉しいです。試験飛車何やってくんのかな。形見の学位、持久戦模様に見えますけど、エルモの可能性もある。勤務送球戦の可能性もまだ残ってる。左美濃もあるね。ミレニアムっぽいですね。ちょっと変わった組み方だけど、飛車寄って、まあ、7五歩ってやって石田流を目指す指し方もあった。ちょっと待って、切れ跳ねた。いまいち。そう指すもんなんですか？まあ、桂馬ぴょんとしといて、まあ、これ3五歩が残ってるんで、結構嫌だと思うけど。はい。これはさすがにちょっとこっちいいか。まあまだ相手硬いから余裕があるわけじゃないけど、まあ取ってまあまあまあ歩かななって桂跳ねっていうちょっと激しい手も考えたけど、まあまあ取ってこの辺ついときますか。あ、それはね、歩打ってこの歩が払えますね。これ良くなったかな。よいしょ。まあちょっと玉頭にまだ傷があるんで簡単ではない。まあ今単に、あ、でも単に桂跳ねの方があったかな。走られるけど跳ねて角で引いて、ちょっと攻撃的にいきますか。これどっちだ。同金もあるぞ。1八歩がでも結局回ってくるから素直に同飛車で取った方がいいですか。あ、桂馬なってよいしょよいしょ。これは気持ちのいい攻めが続きますね。銀逃げだったら歩成り捨ててから打つんかな。これは歩成ってこうしてこうして、これは筋入ったよ。美しい。銀かな。これは角打ちで決まってんじゃない。よいしょ。同金は2二金だし、はい、ありがとうございました。はい、というわけでね、最後感想戦やっていきましょう。はい、世界一役に立つ感想戦でございます。まあ、ちょっと珍しい形のね、まあ、ミレニアムでしたけど、まあまあ、やっぱり桂馬さすがに得してね、左桂さばいて相手の金銀に変わる展開だとさすがによしって感じでしたね。疑問手も1だった。素晴らしい。まあ、一応こういう組み方で、まあ、高美濃に組んでまあ、中央に振り返ってね、戦うのが、まあ、最近私がよくやってる指し方でね、おすすめの指し方でございます。まあ、玉硬いからね、他の指し回しよりもね。お、村上さんいらっしゃい、小まくり。アドバイスで勝った。お、ありがとうございます。この黄砂が負ける名を広めていただけると、大変嬉しいです。黄砂が負けるのおかげで強くなったって言って。で、まあ、桂跳ねて。まあ、5五歩もあったかな。5五歩同歩同飛車で、まあ、8六歩同歩同角。これ飛車になれるか、よく見たら。でも、まあ、桂跳ねた方がいいかな。これ、4二金だから、飛車ってどうかなと思ったけど、ちょっと、ひねりすぎ ?5 九角成だったら、同竜って取って、桂馬取れへんでってやる指し方。でも、ちょっと次の狙いが少し、遅いし、6七の銀がまだ活躍してないから、ちょっとやりすぎですかね。まあ、桂馬跳ねて。まあ、角ぶつけに、まあ、飛車成って、飛車成ってだったら、あ、5三歩が結構厳しいか。まあ、これ、同金だったらね、同金もまあ、桂跳ねだし、同角も桂跳ねなんですけど、まあ、と金作りをね、阻止するのが結構大変になるんで、で、4五歩とかかな。こっち上がりだったら5三歩って言って、2回目打っとけば、次と金作りが受からないと。4二銀型と違って、ちょっと底歩打つような展開にできないから、ちょっと粘りにくそうですね。こういう形になるとね。まあ、5五歩の方が勝ったかも。まあ、ちょっと、桂馬跳ねて自重したんですけど、まあ、これ飛車回ってね、まあ、8五歩に桂跳ねて、これ形としては受かってるんで、この辺受け方をね、ちゃんと覚えておいてくださいね、皆さん。これまあ角引いてきたら、まあ5五歩同歩、5四歩って打っていくね、感じね。まあ、ここにやっぱり拠点作るのが大事ですね。基本的に、どんな陣形でも、角頭桂頭っていうのは弱点になるんで、まあ、そこ攻めるとね、結構受けづらいんで、相手は。まあ、こんな風にね、拠点作っていくのが大事ですね。で、まあ2六角だったらこれ桂跳ねるってね。8五桂とか8五飛車とかいかないように気をつけましょう。相手の方が硬いんで、まともに殴り合ったら負けるので、普通に。こんな風にしてね、こう、左側は軽くして、こう中央から右側。この振り飛車のイメージね。この、7筋、8筋っていうのは、軽く、いなす。受け流すイメージね。パスでしっかり受けるんじゃなくて、受け流して、相手の攻めがこっちに迫ってくる前に、この5筋より右側、この右辺ね。右辺で勝負をつける。これが、わかりやすい。一番。まあ、理想の形ね。こう、6五歩とかすぐついてないのも、桂馬やっぱり跳ねれないからっていうのもありますね。まあ、学べ流とかで出てくる考え方ですけど、この辺は。感覚的にはね。こんな感じを。わかりやすい、助かる。ありがとうございます。そう言っていただけると、何よりでございます。で、これ、歩ついてきたんですけど、まあ、3五歩とね、まあ、ミレニアムの弱点、この桂頭なんですけど、通常はね、4四とか5三に角がいるから、これ3五歩は同角とかで取られちゃうんですけど、角がね、今8筋に出張してるんで、まあ、鬼の犬間に桂頭攻めってことでね、桂頭攻めていって、この3七桂と連動してね、こうなってから桂跳ねが結構厳しい攻めになるので、まあ、本譜もね、その順が結局実現したんですけど、まあ、これがやっぱり大きかったですね。うなって、5五歩とついていってね。まあ、同歩に歩打って、まあ、ちょっと歩払ったんだけど、桂跳ねの方が良かったかもね。これ飛車走りだったら、まあ、8六飛車って今度はぶつけて、取って、次ブッチして5三歩成とかでね、相手陣バラバラにできるんで、まあ、これは、こっちの方が分かりやすかったかもしれない。本当はちょっと、安全に行き過ぎたんですけど、まあ、飛車をね、手順に回って、まあ、5筋から殺到できる形になったんで、まあ、分かりやすい感じになったかな。桂馬ぴょんって跳ねて。で、ここでね、このと金もったいないように見えても、こう成り捨てるのも、ポイントですね。これで相手のね、金銀3枚何回まだ残ってるんで、これをね、ほぐしてあげるのが大事でね。こう銀を先に取っちゃうと、同銀と取られた時に、5三歩成がね、ちょっとぬるいんで、3五桂が入ってくるとね、結構これ、攻めとしてはかなり気持ち悪い展開になるんで、次4七桂成からもう一回おかわりされたらかなり危ないので、そこまで余裕ないんですよね、こっちもね。でここで5三歩成でなっとくのが、やっぱり大事。これで3五桂だったら4二とと、こっち取って。桂馬1枚しか渡してないしね。まあ、同銀だったら3三歩って叩いて。まあ、こういう感じで攻めていく感じだね。5四角とかって。こういう感じの攻めが、こう、小瓶をね、狙っていく。この小瓶のラインも大事。まあ、5三歩成、同銀と取った手に、まあ、桂馬、なっていってね。まあ、歩叩いて、3三銀が。まあ、シンプルな攻めですね。いい時はもうシンプルに攻める。で、桂打ちに4三角が最後決め手でしたね。まあ、これ同金と取れば2二金だし、なんか歩とか打ってもね、まあ、2二金で即詰みだしね。3三桂も3三歩成と取っておけば、やっぱり結局4三金と取れないので、で、銀しかないからね、やっぱ受けがないんで、銀打ってもね、3二角成から逃げると2三とだし、同銀に2二金で詰むと。そんな感じ。ミレニアム対策は基本5筋とか3筋のやっぱり桂頭角頭をいじっていく。で、左側は軽くいなす。これが、まあ、穴熊とかもそうなんですけど、穴熊よりやっぱりミレニアムってね、こう桂馬跳ねてて、結構端攻めに備えたりできるっていうのがね、やっぱ強みなんですけど、まあ、振り飛車の高めの桂馬と考え方一緒ですね。玉は薄くなるけど、まあ、その代わり桂を攻めに使える。まあ、ミレニアムの場合、玉が入ってるから、桂跳ねてもね、玉が薄くなってないっていうのが、美濃囲いに比べて利点があるんですけど、やっぱりね、これ桂頭が露出してるんで常に。かといってなんかこう、2四歩2三銀って上がると、こう横からの攻めにちょっと弱くなるっていうのがあって、まあ、この辺一長一短ってところがあるんですよね。なんでね、まあこう左側を左辺をできるだけ軽くさばいた後に、玉頭戦を挑むのが、ミレニアム対策にはいいと思います。穴熊に対してはこれができないので、気をつけないといけないですね。穴熊の方が、頭が硬いので、銀なんで。まあ、桂馬とか見たらね、露出した弱点がないので、まあ、そのまま端攻めとかするしかないんですけど、穴熊に比べてミレニアムは弱点が多いので、まあ、こんな風に戦えると思います。はい。まあ、反面ね、この桂馬とか攻めに使えるとめちゃ大変なんですけど、穴熊プラス桂馬の攻めみたいな感じになってくるから、硬さで言うとね。この辺がね、ミレニアムと穴熊の戦う時のちょっとした違いっていう感じですね。まあ、そんな感じでございました。ご視聴ありがとうございました。よろしければ、チャンネル登録と高評価をよろしくお願いいたします。